はい、皆さん、こんにちは。不動産鑑定士講座で鑑定理論という科目の講師をしております、不動産鑑定士の河原と言います。では今回このタイトルですね、2022年春に開始、最短で不動産鑑定士合格というテーマでガイダンスをさせていただきます。不動産鑑定士三大国家資格の一つと言われています。弁護士公認会計士で不動産鑑定士ですね。ただ他の2つと比べますと、ちょっと一般の人には、ね、馴染みがちょっと薄い資格だと思いますので、まずはパンフレットを使いましてですね、不動産鑑定士の仕事の中身ですね、業務内容についてまずは説明をしていきます。はい、鑑定士の仕事は大きくですね、左鑑定評価業務というものと、右コンサルティング業務という形で大きくですね、分離することができます。でまず鑑定評価業務ですね、どういった仕事の中身かと言いますと、鑑定評価業務というものは公平中立な立場から理論に裏付けられた不動産の価格を求める業務のことを鑑定評価業務と言います。要は不動産の経済価値を判定して、いくらいくらという金額を出していく、そういった業務が鑑定評価業務ということになってきます。でこの鑑定評価業務は国から認められた独占業務ということになっています。鑑定士にだけ許されているのがこの鑑定評価業務ということになってきます。で鑑定評価業務ですね、大きく2つに分類することができます。公的な評価と民間の評価ですね。依頼主が国とか都道府県等々公的な機関の場合が公的な評価、依頼主が個人さんとか企業等々の場合が民間評価ということになってきます。公的な評価の代表例が地下工事と呼ばれるものです。ニュースとかで今年一番高い土地は銀座のどこどこですとか、今日本で一番値上がりしているのはどこどこですみたいな、そういったニュースとかって聞いたり見たりしたことないですかね。国土交通省が全国の代表的な土地、まあ、2万6000地点の土地について全国の鑑定士に、ね、評価をさせて、それを取りまとめて毎年1月1日時点の価格として、まあ、3月ぐらいに一般の人に公表公示をする制度が地下工事、これ代表的な公的な評価の一つということになってきます。で民間の評価ですと、不動産を売買するとき、担保にするとき、相続するときに事前に適正な価格を把握したい場合に鑑定士に評価を依頼するってこともありますし、あとね、不動産を賃貸借するとき、鑑定士は賃料の評価も行います。例えば次の更新時にオーナーさんと減額ね、賃料の減額の交渉をしたい、そういった場合の有効な資料として鑑定士の賃料の評価が役立ったりしています。世の中には知られていないんですけど、公的な場面でも民間の場面でも理論的な公平中立な不動産の価格というものが求められる場面がありまして、そんな場面で鑑定士の鑑定評価業務というのが役立ってくるということになってきます。で一方コンサルティング業務ですね、不動産に関する困りごとを知識資格を生かして解決していく業務です。例えばインバウンド需要拡大に伴うコンサルティング業務ですね、要は海外の投資家が日本の不動産を購入する際に語学力を生かしてコンサルティングをしていく、そういった形で活躍している鑑定士さんもいらっしゃいます。さらにはこの CRE 戦略の場面のコンサルティングですね、これコーポレートリアルエステートの略なんですけど、企業が所有している不動産の有効活用のアドバイスをしていくのがコンサルティング業、この CRE 戦略の場面のコンサルティング業務ということになってきます。で鑑定士としての仕事のやり方なんですけど、いくつか選択肢がありまして、まずは独立開業で仕事をしていく選択肢があります。同じ不動産系で言いますと、司法書士さんとか土地価格調査士さんとかと比較をされるんですけど、鑑定士は独立開業家の資格の一つと言われています。その中でも鑑定士は独立開業をしやすい資格と言われています。なぜかと言いますと、この公的な評価があるからです。2年間ぐらいの実務経験を積んで登録をしていくと、少しずつ公的な評価ですね、もらえるようになってきます。この公的な評価だけで、まあ、食べれるということにならないんですけど、こう年収の下支えになりますので、この公的な評価あるからこそ、まあ、独立しやすいですね、そういった資格と言えます。
で続いての選択肢としましては、試験に合格した方がですね、まずはね、初めに選ぶのが鑑定会社、まあ、鑑定事務所で会社員として鑑定士の仕事をしていく、キャリアアップを図っていくですね、そういった選択肢です。まあ、合格後ですね、多くの方が選ぶのがこの鑑定会社、鑑定事務所で、まあ、会社員としてキャリアアップを図っていく、そういった選択肢です。さらに知られていないんですけど、一般の企業内で専門性を生かして企業内鑑定士として、まあ、Eハウスなんて言ったりするんですけど、活躍している鑑定士さんもいらっしゃいます。例えば不動産会社ですね、今大手の不動産会社はこの CRE に特化したですね、部門を立ち上げてものすごく営業をかけています。そういった部門で鑑定士としてですね、インハウス企業内で活躍する鑑定士さんもいますし、さらには金融機関、特に信託銀行さんとかですかね、あの信託銀行さんは内定を出した学生にお金を出して、入社前から鑑定士のね勉強させて、入社と同時に鑑定士の試験を受けさせて鑑定士の資格を取らせる、そういったことを行っています。つまり信託銀行の中には多くの鑑定士がですね活躍しています。あとは観光庁ですね、役所です。レクは財務省から委託を受けまして、仕事として鑑定士の資格を取らせるという業務を請け負っています。財務省さんは例えば国有地をですね、民間に売るときに適正な金額で売る必要がありますので、鑑定士に評価をさせて国有地を売ったりします。つまり財務省さんは鑑定士に評価を依頼する立場なんですね。依頼する立場の財務省さんの、財務省さんの中でなぜ鑑定士が必要かというと、それは依頼をして手に入れた評価書が適正かどうかをやっぱり内部でチェックしたいみたいなんですね。なので、ね、財務省等々ですね、観光庁の中にも鑑定士ですね、活躍している方がですね、結構いらっしゃいます。鑑定士はですね、あの資格の使い勝手がいいということですよね。独立開業もありです。サラリーマン鑑定士としてキャリアアップを図るとかありです。一般の企業内で活躍することもできる、いろいろ選択肢がねあるのが鑑定士のこう一つ魅力ということになってきます。ではこういった鑑定士になるためにはどういった試験制度を突破していく必要があるのか、試験の中身について続いて説明をしていきます。ちょっとページ進めていきますね。まず鑑定試験は単答式論文式の2段階選抜方式になっているのが一番の特徴です。まあ、公認会計試験なんかと同じような試験ですね。まずは単答式試験、合格して論文式試験で最終合格、そういったね2段階での試験になっています。でまずは単答式試験、受験資格は特にありません。誰でも受けることができます。で3つ目科目というところを見てください。単答式試験は行政法規という科目と鑑定理論という科目の2科目で試験が課せられます。行政法規、不動産買って気ままに使えるものではなくて、さまざまな規制法律があります。建築基準法とか都市計画法とか、そういった法律名って聞いたことないでしょうか。そういった不動産に関する37の法律について学んでいくのが行政法規。もちろん宅建試験なんかを勉強されている方はその学んだことの4割ぐらいが重なってくる科目がこの行政法規という科目になっていきます。一方鑑定理論、名前の通り鑑定評価をする上での理論、考え方を学んでいく、これ不動産鑑定士としての専門科目といえるのがこの鑑定理論という科目になっていきます。いずれも択一式、マークシート方式で問題が出されます。でいつ試験が実施されるかというと、例年5月の中旬の日曜日、通常は第2日曜日、母の日が試験日ということになっていきます。午前中10時から12時まで2時間で行政法規を解きまして、1時間半の休憩を挟んで午後の1時半から3時半で午後鑑定理論を解いていく、そういった試験になっています。ではどれぐらい点数を取ると合格することができるのか、下から2つ目、願書ですとおおむね7割が合格基準と示されています。ただの鑑定試験は相対評価の試験です。なので問題のレベルが優しければ合格ラインは上がっていきますし、内容が難しければラインは下がっていきます。じゃあ近年はどの程度で合格できているかといいますと、だいたい 60% からで 70% ですね。 70% を超えたことはありませんので、どんな問題でも 70% 7割取れれば合格することができる、そういった試験になっています。ではどれぐらいの率で合格できるのかといいますと、2021年度担当式試験は
合格率 36.3%、まあ、約3人に1人が合格できる試験が単等式試験ということになります。で、単等式試験突破しますと、続いて論文式試験ということになってきます。で、あの科目なんですけど、行政法規という科目はこれ単等式試験だけの科目になります。なくなります。一方、鑑定理論専門科目ですので、論文式試験の方でも出題されます。加えて民法、経済学、会計学、計4科目で試験が課せられる、要は文系から理系まで科目数が多いのがこの論文式試験の特徴ということになってきます。たまにこうどの学部が有利ですかって質問を受けるんですけど、なんでこう科目数が多いので一概には言えません。法学部ですと民法、商学部ですと会計学、あと理系の方が有利な経済学等々もありますので、いろんな学部の方が受けているのが鑑定試験ということになってきます。で、いつ試験が実施されるかといいますと、例年8月上旬の同日月の連続する3日間が試験日程ですね。あの最終日月曜日ですので、お仕事されている方はこう事前にお休みを取っていただく必要があります。真夏真っ只中3日間ですね、ずっとね論文文章を書き続けなきゃならない、結構大変な試験です。で、あの科目がこの文系から理系まで経済学とかありますよね。いや、自分文系なのでちょっと数学とか苦手なのでちょっと厳しいかも、そんなイメージ持つ方もいると思います。あと会計学、いや自分簿記やったことないのでちょっとね初学者にはこの試験無理かも、そんなイメージ持つ方もいるとは思います。確かに経済学、微分は必要になってきます。ただそれ以外の高度な数学は不要です。さらに微分についても講義の中でしっかりと講師が説明をしていきます。なので全く微分が分からなくても、初学者であったとしても経済学ですね、しっかりと理解することができる講義をですね行っていきます。会計学、まあ簿記3級程度があるとベターではあるんですけど、なくても全然構いません。やはり講義の中で簿記についてもしっかりと説明をしていきます。つまりどの科目も全くの初心者でもしっかりと講義を聞いていただければ十分理解することができる、そういったね講義を行っていきます。なので、あの自分ちょっと文系だからこの理系科目あるね鑑定士ちょっとトライするのやめようとか、そういったことはね思わないでください。で、4科目それぞれの内容を見ていきますと、内容はですねそれほど高度ではありません。民法、司法試験で言いますと入門レベルです。経済学、国家公務員試験で言いますと入門レベルです。会計学、公認会計試験で言えば入門レベル、いずれも内容的には入門レベルです。ただポイントは4科目同時に学習をしなければならないというのがある意味鑑定試験の難しさです。特に鑑定試験は働きながら学習される方が多いです。なので働きながらかつ4科目バランスよく学習をしていかなければならない、ある意味こうスケジュール管理能力みたいなものが試されているのがこの論文式試験の特徴、難しさということになってきます。あの当然論文式試験も相対評価の試験ですので、要は皆が書けない問題は自分が書けなくても合否に影響しませんので、いかにまんべんなくですね、これ得意科目は基本的な不要で、苦手科目をなくして底上げして普通の答案を全科目揃えられれば合格することができます。お仕事のバランスも取りつつ4科目バランスよく勉強して苦手科目をなくして底上げして、他の人に差がつかないようなやはり普通の答案を全科目揃えられれば合格することができる、そういった論文式試験ということになってきます。特に鑑定理論は単等式、論文式、いずれでも出される共通の科目です。で、特に論文式試験になりますと、鑑定理論、他の科目よりも多くの問題が出されまして、これ配点の半分を占めてるんですね。つまり、単等でも論文でも専門科目の鑑定理論は配点の半分を占めています。なので、特に鑑定理論については苦手としているようですと、なかなか合格が厳しいものとなってきますので、しっかりと他の受験生に差をつけられないようにですね、苦手を底上げしてまんべんなくですね、4科目バランスよく学習していくというのが論文式試験合格する上でのこうポイントということになってきます。ではどれぐらいの率で合格することができるかといいますと、2021年度合格率 16.7%、
約6人に1人が合格ですね。この6人というのは単等式試験合格した人6人のうちの1人ですので、ちょっと論文に行きますとやっぱ難易度が、ね、上がってくる、そういった試験ということになっていきます。さらに鑑定試験の特徴としましては、こうピックアップという形で示されているんですけど、まずはポイント1、単等式試験合格者は翌年翌々年の2年間単等が免除になるんですね。そういった制度、つまり一度単等に合格しますと論文式試験が最大3回受験できるですね。単等免除制度、言い方変えると三審制度、そういった制度になっています。例のところを見てください。では皆さん、鑑定士に興味を持っていただきまして勉強を始めて2023年度見事単等式試験で合格しました。ちょっと論文の勉強をしていなかったので論文不合格になりました。翌年2024年度は単等免除で論文から受けることができます。仮に論文不合格であったとしても2025年度も単等免除で論文を受けることができる。これ受け控えとかはできませんので、受かった年も含めて3回ですね、論文を受験できるチャンスが与えられるのがこのね、単等免除制度。特に鑑定士、働きながら学習をされる方が多いので、この単等免除制度をうまく使っていただくことが、まあ、効率的に合格できるですねポイントになってきます。続いてポイント2、実務経験がなくても基礎知識で短期合格ができるんだということです。学生等の若年層の方や不動産分野での職務経験ない方にも積極的にチャレンジしてもらうために、短期合格が可能になるように2016年度より試験問題の見直しが実施されています。今の鑑定業界では人手不足で、しかも高齢化しているんですよね。なので国土交通省、不動産鑑定士協会、危機感を持ってますね。若い方、学生の方だったり他業種の方にも積極的に鑑定士にチャレンジしてもらうためにですね、試験モーダル見直しを行っています。要は受かりやすくなっています。それまではベテラン重視の知識量重視の問題だったんですけど、そうじゃなくて基礎を重視した初学者でも短期に合格することができるような問題だったり形式だったり採点に変更しています。本当に今受かりやすくなっています。5、6年前までですと単等論文一発で受かるというのは本当にね少数でした。ただね、ここ数年はですね、単等論文一発で受かる方本当に増えてきています。こう受かりやすくなってですね、そういった試験制度に変わっています。ではどれぐらい勉強すれば合格することができるのか、目安を説明していきますと、まず単等式試験合格するためには、これ講義の時間も含めてだいたい500時間ぐらい勉強時間確保していただければ、これ十分合格することができます。一方、論文式試験、科目も増えまして、論文、文章を書く訓練もしなければなりませんので、最低でもやっぱり2000時間ぐらいは勉強時間確保していただく必要があります。つまりトータルですと500と2000で最終合格まで、まあ、2500時間ぐらいの勉強時間を確保していただく必要があるんだということになってきます。では踏まえてですね、じゃあレックとしましては、どういった構想をですね提供しているかと言いますと、まずは先ほど単等免除制度がありましたね。なのでこの免除制度を生かして、まずは1年目単等で2年目論文という形で段階を踏んで、こう2年計画で最終合格を果たしたいという方もいると思います。なのでまずは1年目は単等に特化するということで、ね、そういったコースもあります。それが22ページ、3ページの見開きで示されているんですが、2023単等合格コース全50回のコースです。2023年度に単等だけの合格を目指すですね、そういったコースです。このコースの中には基本テキストから過去問からすべてね、これ教材等々含まれています。余計なものを買う必要はありません。このコースを取っていただきまして、淡々と講座を消化していただければ十分に単等ですね、一発で合格できる力を身についていきます。で、見事単等に合格していただいた場合には2024年度向けの論文だけのコースもちゃんと準備しています。翌年ですね、論文だけのコースを取っていただきたいということになっていきます。ただ今回のテーマは春に開始をして合格を目指すということですよね。なので単等式試験なら5月ですよね。春から始めますとだいたい1年間ぐらいありますよね。で、
担当に合格するためには講義の時間も含めて大体500時間ぐらい勉強時間必要だ説明しました。でそれをですね1年間365日で割りますと1日あたりの勉強時間ってどれぐらいになると思いますかね。大体 1.3 時間ぐらいですよね。これ週末しっかりと勉強していただければ平日勉強しなくても十分に500時間ですね勉強時間確保することができます。つまり春から担当だけを目指すというのはちょっと余裕がありすぎてもったいないということになってきます。なので春から始めるならば論文を見据えた学習をしてほしいということになってきます。そういったコースがあります。それがじゃあ20、21ページの見開き見ていきますと2023担当論文基礎コース全124回のコースということになってきます。こちらは担当合格に軸を置きながら論文合格のための基礎力を養成するですね、身につけていくそういったコースになっています。つまりはこのブルーのところが担当のコースなんですけど担当メインにしつつ論文についてもこのピンクのところは論文なんですけど論文についても知識をインプットしていくこの論文基礎記の部分だけをですねつけたコースがこの担当論文基礎コースということになってきます。担当メインにしつつ論文についても知識をインプットしていきます。この論文基礎記のね部分だけを付け足したものがこの担当論文基礎コース。こちらは自分の学習の進度に応じて後から問題を解いていくこうアウトプット部分こちらついていないんですけどその問題を解いていくアウトプット部分を自らの学習進度に応じて追加をしていくそういったコースになっています。こちらはこう2年計画なんだけど2024年度の8月に論文試験を受けるんだけどただ論文っていうのは難しいわけですよね。なので比較的余裕のある1年目から論文の学習を前倒しで行っていこうというのがこの担当論文基礎コースの趣旨ということになってきます。2年計画なんだけどやはり論文というのは難しいので比較的余裕のある1年目から論文の勉強を前倒しをして知識をインプットしていこうというのがこの担当論文基礎コースその趣旨ということになってきます。ただやっぱり今回のタイトルは春から開始をするということです。春からならばこれ働きながらであったとしてもやっぱり最短でつまり2023年度に担当論文を一発で受かることは可能ということになっていきます。でそのためのコースもやはりあります。それがでは、ね、18、19ページ2023担当論文フルコース全168回のコースということになってきます。2023年度に一気にね担当論文最終合格を目指すフルパッケージのコースです。担当のコースと同時に論文のコースについても知識をインプットしていく基礎記の部分のみならず多くの問題を解いていく、ね、アウトプットをしていく論文完成期の部分もついたフルパッケージのコースがこの担当論文フルコースということになってきます。でこのフルコースメリットとしましてはどういったことが考えられるかというとまずはモチベーションの維持がしやすいということになってきます。あの段階踏んでまずは1年目担当2年目論文こう2年計画やっぱり、ね、期間が長ければ長いほどモチベーション維持というのは大変でこうスランプの時期とかもねどうしても、ね、出てきてしまいます。なのでやっぱりですね短い期間の学習の方が集中できてモチベーションの維持もしやすいですね。そういったメリットがね当然あります。で続いては担当論文共通の科目であります鑑定理論について効率的に学習することができるということになってきます。鑑定理論担当論文共通の科目これ学ぶべき知識も共通なんですけどね共通です。基本テキストも共通で要はね知識共通なんだけどそれをマークシートでマークするのか論文文書で書くのかアウトプットの違いだけで身につけるべき知識はですね担当論文共通なんですね。これ同時に学習した方が効率的に学習することができます。つまりはこの
学習時間を圧縮することができるね。学習時間圧縮することができます。先ほど一般的には担当論文合計で2500時間ぐらいの勉強時間確保していただく必要があるんですけど、これ同時に拡張することによってカントエルの学習を効率的にすることができますので、2000時間、人によっては1500時間ぐらいで一発で合格する方もいらっしゃいます。つまりね、学習時間圧縮することができます。かつ鑑定理論は論文の学習をすればするほど担当の合格の可能性も高まってきますので、そういった面でも同時に学習することはですね、担当の合格の可能性を高める、ね、そういったメリットもあるんだということになってきます。なのでぜひ働きながらの方であったとしても、春から学習を開始できるならば十分にこのフルコースで最短合格ですね、目指すことができます。あと比較的時間に余裕のある学生の方ですかね、学生の方、このフルコースおすすめです。あと司法試験に合格している方とか公認会計試験に合格している方は論文科目の一部が免除される、そういった制度になっています。そういった科目免除を受けられる方もこのフルコースですね、最短で合格を目指してほしいということになってきます。学生の方についてはこのフルコースだけなんですけど、40% 割引になるこう学割がちゃんと設定されています。先ほど国土交通省、学生等々の方にチャレンジしてもらうためにこう試験問題見直しをしてますよね。そういった見直しを踏まえてレックとしましても、このフルコースだけなんですけど学生の方にはですね、 40% 割引になるような学割を設定しています。あとは科目免除が受けられるかですね、司法試験合格者、公認会計試験の合格者についても、じゃあ27ページに示されているんですが、司法試験に合格した方はですね、民法、公認会計試験で合格した方は会計学と、あとで合格した科目について免除がなされます。でこの免除数に応じて割引になるようなですね、こちらもフルコースだけなんですけど、フルコースについては科目免除の数に応じて割引になるような金額設定されています。中には3科目免除される方がいるんですよね。数年前なんですけど、弁護士の方で公認会計士の方ですね、2つの資格を持っていて、で三大国家資格でコンプリートという形で、不動産鑑定士チャレンジした人がいまして、これ3科目免除で鑑定理論だけを学習すればね、基本的に良かったんですけど、見事に一発で受かりました。なのでやっぱり、ね、科目免除を受けられる方はですね、フルコースでこう最短で、ね、合格する可能性非常に高いので、ぜひねチャレンジしてほしいということになってきます。では、今度は受講形態ですね。どのように受講していくのか、大きく2つですね、学校に通学をするというのと、あとね、通信で受講するですね、通学と通信ですね、2つの受講形態が考えられます。で通学については、32ページ、これ通学のスケジュールが、左ブルーの部分が担当対策のスケジュールで、右ピンクの部分が論文のコースのスケジュールになっています。で通学クラスなんですけど、これ東京千代田区にあります水道橋本校が通学クラスの、ね、本校ということになってきます。で春からですと担当のコースについては、この2022年5月の29日からコースが始まります。担当のコースは毎週日曜日ですね、午前10時から12時半まで1コマですね、で1時間の休憩挟んで午後の1時半から4時までで2コマ目ですね。担当のコースは毎週日曜日午前午後で2コマずつですね、受講していただくスケジュールになっています。で一方論文のコースはですね、2020年7月の2日からですね、で論文のコースは毎週土曜日です。論文のコースは毎週土曜日、やはりですね、午前と午後で2コマずつ、論文のコースは毎週土曜日2コマずつでスケジュールが組まれています。で通信については、受講形態がさらに大きく2つに分かれてくるんですけど、通信については38ページ、DVD で受講する形態とウェブで受講する形態に通信の場合分かれていきます。手元にね、
映像データを残したい場合は DVD の受講になるんですけど、特にそういったね希望がない場合には値段的にもお安くなりますので、ウェブでの受講をおすすめということになってきます。これネット環境さえあればいつでもどこでも受講することができます。スマホなんかでも受講することができますし、さらに音声についてはですね、データをダウンロードすることもできます。でこの通信ですね、いつから視聴受講することができるかといいますと、通信スケジュールですね、こちらは31ページに示されているんですが、例えばじゃあね、担当の方で言いますね、担当の方で言いますと、まずはね、合格基礎講座というものから受講していただきたいんですけど、鑑定理論については全20回分がですね、2022年1月27日からこれ受講することができます。全20回をですね、全20回分、2020年1月27日、要はね、これ通学クラスの4ヶ月ほど前から、通学クラスで5月の下旬でしたね、その4ヶ月ほど前から通信でとも受講することができるですね、そういったこれ、ね、視聴のスケジュールになっています。でこの通信の特徴なんですけど、36ページ来まして、このレックの通信講座の特徴なんですけど、なんか通学クラスを収録して、でその通学の後につどつど視聴ができるとか、そういったものではなくて、通信クラス生のために専用スタジオで事前に収録したものをね、視聴することができます。通学クラスを収録して、で通学後につどつど視聴ができるとか、そういったものではなくて、通信クラス生のためだけに専用のスタジオで事前に収録したものですね、で通学クラスのかなり前の段階から視聴することができるのがレックの通信講座ということになってきます。いくつかメリットがありまして、まずはインプット講座、これ1コマ 2.5 時間なんですけど、それが4ユニット制の構成になっています。1ユニットだいたい約35分なんですけど、でそれが4ユニットで、で1コマ 2.5 時間の講義時間ということになってきます。でこのユニット制になっていますので、自分の生活スタイルに、講義をですね、入れ込みやすい、そういったメリットがあります。つまり通学の場合はもちろんペースメーカーになるとか、そういったメリットもあるんですけど、例えば毎週日曜日午前午後講義の時間で5時間、昼休み挟むと6時間、で通学の時間なんかも考えると、こう8時間丸々日曜日確保していただかないと通学通うことができないということですね。これなかなか大変ですよね。一方通信の場合は1日の中に35分の隙間があれば、例えば朝ちょっと早く起きて1ユニット35分講義を視聴して、で出勤とかですね、もちろん大学とかに行って、で昼休みの時間に、また35分第2ユニット講義を聞いて、で帰宅してから残り3、4ユニットね、残りの2ユニットを視聴するみたいな形で、1日の中に35分の隙間があれば講義の視聴を入れ込むことができるですね、自分の生活スタイルに講義の視聴を入れ込みやすい、そういったメリットがあるのがレックのこの4ユニット制の通信講座の特徴ということになってきます。でさらにメリットとしましては、レックの通信講座は画面上に教材を映しながら講義をしていきます。つまり通学クラスを視聴しますね、通学クラスを収録しますと、常にこの講師が映っている状態の画像になってくるんですね。通学クラスを収録すると常にこの講師が映っている状態の画像になってきます。一方通信の場合にはこう事前収録していて、こういったプレゼンターにしっかりと教材を落として講義を行っていきますので、例えば電車の中等々で手元に教材がなくても画像さえ見れば講義を視聴することができるのがレックの通信講座です。生クラスの場合には講義ね、講師だけしか映ってないのは通常なので、手元に教材がないとね、講義の理解ができないわけなんですね。一方レックの場合は事前にですね、専用スタジオで収録して、こういったプレゼンターで
テキストを写して講義をしていきますので、手元に教材がなくても電車等々の中でも画像を見るだけで講義を使用するね、理解することができる、そういったねメリットがあります。続いて、全回数分一斉に配信するスケジュールになっています。なので下、仕事の閑散期に一気に学習したい方にレクの通信講座ですね、おすすめということになっていきます。特に近年は公認会計士の方が科目免除を生かして不動産鑑定士チャレンジする方が、ね、増えています。で、公認会計士の方というのはこう決算期に合わせて仕事をしなきゃならないので、これ、ね、繁忙期と閑散期極端なんですよね。なので公認会計士の方勉強する場合にはやっぱり閑散期に一気に、ね、自分で学習を進めたいという方が多いんです。その場合にはレックですとかなり早い段階で全回数分ですね視聴することができるので、こう閑散期に一気に自分で講義を、ね、進めることができる、なんか生クラスの後に収録してつどつどね細切れに送ってくるみたいな、そういった制度になっていないので、閑散期に一気にね学習を進めることができるね、そういったこともできるのもレックの通信講座のメリットということになってきます。で、この通信のメリットは通学でもですね享受することができまして、通学クラスにもフォローという形でウェブか DVD の通信部がついています。通信フォローという形で通学にもこれ必ずついています。なので通信フォローがついていますので、例えば、ね、ちょ33ページ見ていただきまして、33ページ、例えば論文コースでまずは合格基礎講座ね、まあ、経済科が受けていただきまして、例えばこの8月の20日なんか家族の用事とかでどうしてもですね講義ね出席できない、そういったこともありえるわけですね。全部が全部出席できるとは限りません。ただベックの場合にはこの通学クラスのねかなり前段階からフォローという形で通信部分を受講することができますので、直ちに自宅でこのね欠席した部分をですね視聴して翌週からまた講義に復帰することができる、追いつくことができる、そういったことができます。フォローがしっかりとついているので通いやすい通学というのがレックの特徴ということになってきます。この生クラスの事前段階に視聴できる通信部分がフォローという形でついてますので、欠席したとしても直ちに自宅で講義を使用することができて、翌週から追いつくことができる、すぐに追いつくことができる、通いやすい生クラスがレックの特徴ということになってきます。で、この論文コースも担当のコースもまずはねこの合格基礎講座知識をインプットしていく講座から受講していただきたいんですけど、こちらについてはえ合格基礎講座は初回講義のみ無料体験入学が可能となっています。やっぱり1回講義を体験してから鑑定士に申し込むかどうか考えて、そういった方もいると思います。ぜひ合格基礎講座各科目の1回目ですね、こう無料ですね体験することができます。特にこれ予約とかも不要ですので、ぜひ水道橋本校にですねスケジュールを見てね来ていただいて、ぜひ体験してください。通信の方も各科目のね大体 1,2 回目ぐらいこういったね YouTube 等々ですね無料で視聴できるようになってますので、ぜひね講義を体験していただいてですね鑑定士でこうチャレンジしてみてください。今鑑定協会人手不足ですので、ぜひね鑑定士チャレンジしてみてください。コースとしては3つですよね。まずは段階踏んで担当だけのコース、いやいやちょっとね2年目の論文を見据えて前段階でちょっと論文の勉強をね前倒してやっていこう、担当論文基礎コース、いやもう自分ね春からなので働きながらだったとしても最短で合格を目指したい担当論文フルコースですね、担当だけ基礎付きでフルパッケージのコース、3つのコースレクとしては用意しています。それぞれのお忙しさあると思いますが、ぜひですねコース何か取っていただきまして、なるべく早くね鑑定士受かっていただきまして、今鑑定業界ですね変革期になりますので、次の鑑定業界担い手に、ね、ご覧になっている方がねなっていただくと嬉しい限りということになってきます。はい、では以上をもちまして私のガイダンスですね終了させていただきます。ありがとうございました。